どうしたの？かっけえ。今日はですね、ごぼ天うどんを食いたいなと思ってて。どうしたん？あい、どうしたん？どうしたん？ペロ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 、なんか食べたいだけやろ。ん？して今日ごぼうですね、ごぼ天うどんをいつでも食べれるように。ごぼうを買ったんですよ。これ残り1本、あ、ちょっと残り1本じゃないな、もうちょいある。1本とちょっとだけあります。これをごぼ天にして、ごぼ天うどんとして冷凍しておきましょう。これが できるだけたくさん、まあごぼうの量決まってるんですけど、量を増すために、なんか方法はないのかと。いつもだったらまとめて大きな形にあげるんですが、細かくしてたくさんあげれば食べたい量だけ入れて節約できる。まだ包丁研いでないんです。で、ここで先生が見張ってるんで、先生よろしくお願いします。先生、顔が見えてませんね。かわいい顔した。はい、でですね、そうね、どうしたの？はい。はいはい。どうしたの？どうした？薄くてもね、食べ応えないしね、厚くてもなんかもったいないしね。この前そういえば、ごぼうの種もらった、あれも時期でしたね。あれやりたいんですけどね、やる場所がね、まあ一部分的で、
てる間に。めっちゃ雨降ってる。めっちゃ雨降ってるやん。めっちゃ雨降ってる。めっちゃ雨降ってるやん。ん？昨日忙しいなんて言ってたのに、俺が台所に来るとね、来るんですよ、こうやって。なんかもらえると思って。よし。では。で、天ぷら、天ぷらを入れる、紙がいる、で、菜箸と、これ水を切って天ぷら粉、さあ天ぷら粉はどこにある、さあ天ぷら粉はどこにある、あ、茄子の天ぷらも作ろう、せっかくなんで、これは今食べる分で。じゃあ、開いてるやつがなかったっけ、開いてるやつがなかったっけ、開いてるやつなかったっけな、天ぷら粉、はい、天ぷら粉なんですけど、開いてるやつだったような気がしたんですけどね、ないな、後々出てくると嫌なんですよね。 OK で、ちょっと待って、この前にナスをカットしよう、この前におばちゃんにもらったんですよ、このナスね、ちょっと待って、ナスもうまいよね。これは土に返す。
じゃあ今ね、虫に食われてないかチェックして、虫が中に入ってないかなと思って。大丈夫か。切れんのこいつは。それかこれ、あのマーボーナスにしても、いいかもね。あ、でも今日はマーボーナスっていう気分でも。揚げるより待ってよ、揚げ物ばっかりやったらこれ、まあいいや、全部揚げちゃいましょう。揚げてから考えよう、どうするか。まあ天ぷらにしって食ってもいいしね。で、最初にまいかナス入れましょうか。ごぼ天うどんって、ね、もう本当俺好きなんですけど、なんせごぼ天を作る手間がめんどくさいっていうのは、でも今回はもうごぼ天を作って冷凍しておこうと。そしたら日持ちしそうでしょ。あ、結構作れるかもしれないですね、ごぼ天ね。
どうしたん？で、次、あれですね。天ぷら粉ね。次は猫の塊、あ、これごぼうがあった、ごぼうが入ってた、ちっちゃいの。濡れてるんで乾かしますね。